ハイシーズン真っ只中の2月、今日は2023年2月11日建国記念日の祝日になっておりますけども、今回向かう先なんですけども、スタジの中部にあるビバイ国設スキー場下の方に向かいたいと思います。訪れるのは4年前の元日以来となっております。今回もよろしくお願いします。更新2週間ぶりとなってしまいまして申し訳ありません。今回訪れる岩井国設スキー場はローカルゲレンデ巡りとして6年前の2017年正月明けに一度訪れた後、その後2年後の2019年元日に降雪の中でのパウダーダイビング以来であります。前回、前々回は1秒コースでの数十秒程度のまとめ動画でありましたが、今回は全コースを滑り通した模様をお送りします。前日降雪がさほどなくパウダーの期待もありませんが、ローカルゲレンデ巡りの裁縫としての模様をお送りします。看板の通りに駐車場の方にこちらの方入っていきます。ゲレンデへの到着は昼ごとになりましたが、早速チケットを買っての準備へ。早速リフトからのゲレンデリポートです。それでは早速こちらの方リフトの方に乗ってみたんですけども、一応コースが全部で5つありまして、ピアリフトがただいま乗っているのが1本のみとなっております。こういう感じで、まあ、地形が入り組んだゲレンデっていう感じになっております。ビバイ市街地から東へ3キロほどの山間部にあるゲレンデ、山麓にはかつて炭鉱で栄えた名残のある集落となっております。さあ、まずは林間コース西コースの模様です。続いてはリフト通りの同級者2コース、パノラマコース、パラダイスコースの模様です。
続いては東コースの模様です。続いてはチャレンジは控えましたが、こちらはスノーパークの模様です。山麓の近くの西コースの脇に設けられており、小さめなキッカーから始まりウェーブと続きます。それでは最後に熊の坂の模様です。最後に軽くパウダーを滑っての終了となりました。美唄スキー場にはロッジが2つあり、左側が管理棟となっており、右側がテストハウスとなっております。管理棟の方はリフト券の販売のほか、菓子、カップ麺、スナック等の販売がされており、テストハウスには週末のみ麺類カレーも提供されております。今回の滑りは前日降雪なしでの圧雪のコンディションの中での滑りでありましたが、さまざまなシャドウと、そして一部見やす板もあり、程よい大きさのゲレンデとなっており、多くのスキーやスノーボーダーでにぎわっておりました。サポーカーも1時間ほどとなっており、穴場なローカルゲレンデでもあり、おすすめな場所でもあります。それでは次回もよろしくです。